江差市駅は、かつて、北海道檜山郡江差市町あざ神谷町231番地にあった、北海道旅客鉄道江差市線の駅である。電報略号はえし、江差市線の部分廃線に伴い、報道1、2014年5月12日に廃駅となった、報道2、新聞1、新聞2、なお、1988年2月1日の JR 小前線の廃止後は、 道内最西端の友人駅であったが、廃止に伴いその座を、八雲駅に譲った。1976年の江差駅と、周囲約500メートル範囲、下が、彦内、函館方面、駅舎前の短い端式ホームのみ、駅舎横の北側に切り書き状の貨物ホームを有している。複数の留置線と駅裏の北側に、転車台の残る、小さな機関車庫を持つ。駅裏の南側には、 小さなストックヤードと引っ込め線を有し、数量の貨車が留置されている。セタナ線のセタナ駅同様に、当駅も港や中心地から 1km ほど南側に、離れた立地条件が良いとは言えない位置にある。国土交通省国土画像情報をもとに作成。国鉄時代は貨物側線が多く存在し、急行、餌市も発着していたが、 晩年は、単式一面一線ホームの地上駅だった。木古内ブロック所属の社員配置駅であった。江差し線新名駅上野国駅間を管理していた。窓口営業時間外は、駅員不在のため、夜間連絡先は、木古内駅となっていた。駅舎には、緑の窓口があった。自動券売機が設置されていたが、撤去された。トイレもあったが、営業時間外は施錠されていた。改札業務は、 開業当初を含めて、しばらくの期間は、入り出場別の改札を行い、後に、緑の窓口横に、専用窓を設けて、改札を行っていたが、晩年に全列車が、ワンマン運転の車内生産となってからは、主に、木古内駅、五稜角駅、函館駅で特急に乗り継ぐための特急券を含めた、乗車券購入により、緑の窓口において乗車日当日の発券時点で、 改札業務をする以外は行われなくなった。その関係で、晩年においては、列車の乗降は、無人駅と同じ扱いとなっていた。また、当機は除雪車を運用する関係で当駅で、退泊せず、湯の台駅まで改装し退泊していた。日本海からほど近い丘の上にあり、町の中心地までは、徒歩で15から20分ほどかかる位置にあった。現役時代は駅前に函館バス。 餌サ駅前停留所があり、熊井市、大西方面等への路線が発着していた。駅廃止後に停留所名は、陣屋団地と解消されている。2014年5月12日から、前日をもって運行を終了した JR 餌サ線の代替橋として、函館バスが、餌サシ内線を運行しているが、旧駅前には乗り入れていない。餌サ線廃止後しばらくは、 駅舎やレールが残されていたが、新聞4、廃駅から2年半が経過した2016年11月14日から12月中旬にかけて駅舎は解体され、江差市町内に付設されている 3.7km 分のレールも2017年1月までに撤去された、新聞5、跡地周辺では、江差市町が、町営住宅3棟が建設、新聞5され、 町営住宅の建て替えや若者向け住宅の建設、新聞4が行われた。また、2017年度には、駅シャートを示すモニュメントが整備され、新聞後、その後駅名標を再現した案内表示板と、木柱モニュメントのほか、実際に、江差市駅構内で使用されていた、レール、枕木、バラスと車止めを用いた、記念施設として完成した。駅で使用していた看板、 旧江差駅資料展示館、地域交流館は他にも江差市町内の鉄道写真家、辻春保撮影による江差市線運行当時の特大写真パネルも展示されている。施設は展示物見学以外にも、施設前に今する陣屋団地バス停留所の待合場所としても利用可能で、その目的も兼ねて、当時の駅で使われていたベンチも設置されている。 晩年のエサ駅の駅弁として販売されていた、二段乗り、弁当は、エサ町内のレストランで2015年現在も食べることができる、新聞4、北海道旅客鉄道エサ線上野国駅、エサ駅、ありがとうございます。